道の駅ひなの里勝浦周辺を会場に開かれた阿波勝浦道の駅マルシェ。地域の農産物やフード、クラフト作品、ワークショップなどを集めた初開催のイベントです。とにかく勝浦ならではのブースが満載なこのマルシェ、名産のみかんは詰め放題。勝浦町赤十字奉仕団が振る舞うふかし芋は、道の駅の裏の休耕田を活用した農園で収穫されたそう。今や勝浦といえばの恐竜がテーマのエリアは子どもたちに大人気。射的やボールすくいなど、屋台で遊んで恐竜グッズがもらえるプレイゾーンや、本物の化石を発掘できる体験コーナーもありましたよ。恐竜化石発見を目指して真剣です。また勝浦の地名を持つ県外の自治体も参加し、それぞれの地域の特産品を紹介していました。生産者との触れ合いや交流も醍醐味のこのイベント、見て触れて味わって勝浦を丸ごと堪能できる一日になったようです。